取られてるぜ。やめてください。いやいや、なんかめっちゃ真剣に反省してたから何かなと思って。そんなことより聞いてよ。何何。チャリで9キロで通勤するのきついわ。撮影前に汗だくなんで。もうすでに結構消耗してるもんな、体力消耗したわ。くそ。意外と距離あんねんな。くそ。だから俺このチャリの道中から BCAA 飲みながら来て、ついて速攻プロテイン飲むっていう。ガブ飲みしてたもんな。俺もうシャカリキ読んでるもん、また今弱虫ペダルと。チャリへの気持ちまだ高くなってるじゃん。そこ坂道こんなんだって。今日途中でさ、うん、チャリこいでたらさ、ジロー目の結構前の方にいるの気づいてさ、うん、うわ、なんかすっげえチャレ大学生みたいな、めっちゃチャリこいでるなと思って。後ろ姿めっちゃチャラいよ、あの人。確かにな。チャレ大学走ってるからね。ってジローだったからさ、クソダッシュで追いかけてめっちゃ笑ったもん。むちゃむちゃ汗かいてる。いやー、マジできつい。でまだ汗引いてないからね。もう確かに15分ぐらい経ってんの。クーラーの前から動かず。どっけ。おい、ちょっとおい、俺がずっとここにいたじゃない。いや、マジできついな、これ。これで痩せなかったら俺切れるぞ。チャリに。甘えすぎで。何が何が何ちゃんは何何何本当にこんなやつね、暮らししてさ、クーラーなしにずっと生きてるんでしょ、どうせ。いや、それは自宅は一緒やん。で、お前サッカー週一でいいとかさ、わけわかんないこと抜かしやがるやん。俺はエンジョイ勢だからみたいなさ、その肩書き捨てろ。早く大会出んだぞ。え、大会控えてましたっけ、僕ら。オルハさんが言ってました、10月って。なんか前の練習で10月ですっつってた。うわ、お前それさ、出るってことはさ、お前が下手なままだったら周りに迷惑かけたな。確かに。でも俺出る機会あるかな。あ、もうそう、出るんよ。この気持ち、この気持ちが全員出る。あ、そうなん。全員出場、全員出場、全員ディフェンス、全員ディフェンス。分かった。分かりました。走り込みから始めて。始まりました。これ。はい。あだす。これパワハラって呼ばれてもいい俺は。でも俺は上手くなりたいんで、ついてきます。そうだったよな。お前もついてこい。ずっと笑ってりゃいいみたいな。言ってやれよ、ジョージ。ポジションは勝ち取りに行くもんなんだよ。青足読んでんのあいつ。青足読んでんのあいつ。補欠かギリギリのやつの話してるわ今。だから俺出れるかなとかじゃねえんだよ。俺必要かなとかじゃねえんだよ。俺が必要だってチームに言わせんだよ。そういうとこか。青足読んでんのね。もしかしたらデイズも読んでるかもしれない。なんか自分の言葉みたいに言ってるけどね、やっぱね、あれ漫画の絵でやつ、引用ですよね。盗作ですね。常に勝ちにこだわるサッカーだ。俺らがやるのは3じゃない、5レーンだ。青足やわ。5レーンは青足やわ。確定しました。確定です、これ青足です。元ネタ青足の話してました、ただの。全然関係ないです。ああ、びっくりしました。サッカー漫画です、これ。ああ、漫画の話か。よかった。あと漫画遊びやめちゃう。